夜逃げをした大阪で債権者に捕まり2年間のタコ部屋暮らし、その間1円の送金もできませんでした。やっと解放されふるさとへ帰ると、家族は古い長屋で苦しい生活をしていました。奥様からは離婚を告げられました。そんな彼も今では従業員60名の警備会社を無借金で経営しております。また奥様との復縁も果たし、一昨年には最愛の奥様に一戸建ての住宅をプレゼントされたそうです。そんな私ども八尾会の優等生をご紹介申し上げます。演題は融通手形と誠意の失敗。どうぞ。私のテーマは融通手形と会社誠意の失敗、そして夜逃げ。何とも情けないテーマでございますが、会社を潰したのはやはり私が経営能力がなかったから潰した、これは間違いないと思います。で、私はもう倒産してこれ20年なんですけれども、いろいろ自分で考えてみますと、なんで潰れたんだろうかなと考えてみますと、まあいろいろ原因はあるわけですけれども、私の場合はやはり融通手形に溺れたということが一番の大きな原因ではないかと思うんです。で、私の父親が建材のメーカーをやってたんですけれども、苦しい資金繰りの中で無理な設備投資をしたわけです。で、7割くらいできたところで、その設備投資のために借りた設備資金を運転資金に使ってしまって行き詰まってしまったわけです。そして急になくなったわけです。で、郡ヶ市からですね、町の小金持ちっていうのは昔、今でもあるかもしれませんけれども、郡ヶ市から前から借り入れはあったんですけれども、その郡ヶ市というのが潜りの郡ヶ市なものですから、だん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 と金額が大きくなりますと、自分の名前を出すなよと、これは税務署の関係もあるでしょう、いろいろあると思いますので、自分の名前を出すなよということを強く、だんだん強く迫られてきまして、それで金融機関とかその仕入れ先に対してだんだんと本当の書類が出せなくなったと。それで粉飾決算をせざるを得なくなった。で、それが融通手形が急膨張する原因になったと思います。で、最初は20万くらいだったんですが、5年後にはですね、それが3000万に膨れちゃったわけです。で、今日ご出席の皆さんはこういうことはご存じないかもしれませんけれども、普通の取引をして手形で支払いします。これも商業手形、これはある、通常の商取引で振り出す手形なんですけれども、私が今申し上げている手形は金融だけ目的で、やはり業績の悪い業者同士が集まってお互いに手形を切りましょうと、それで銀行とかに借り入れの書類を出そうとすると、私の場合は粉飾もしておりましたし、なかなかその書類が作りにくくなります。手間もかかりますし、本当のことが言えないわけですから、それで安易な融通手形に走ったわけですけれども、融通手形っていうのは、先ほどの方でもちょっと少しお話しされたんですけれども、こちらが頼みますと、今度向こうが頼まれたときに断りきれないんですね。で、もしそれ断ると向こうがパンクされた場合にはこれダブルパンチになりますから、そんなところで融通手形は麻薬だと言われているゆえんだと思います。で、私はそういうことで倒産したんですけれども、弁護士に相談に行きましたらですね、200坪の土地を持ってて、それが会社であり、住居であったわけなんですけれども、その弁護士の曰くですね、どうせ担保に入ってるんだから、もう取られると、取られるの間違いないと、だから債権者会議なんかやらずに、身を隠せと言われたわけですよ。私は非常に卑怯なことだと思いました。でもそれを良いことにして、私は夜逃げをしました。で、妻は3人の子供を連れて、実家に帰ったわけです。で、その夜逃げをしたところまでは良かったんですけれども、債権者の一人でですね、レストランの経営者がおりまして、倒産の直前にですね、200万お金借りたわけですね。で、潰れるということを分かっていて、
借りた場合にはまあこれは詐欺罪になるということで、その警察に訴えるの手はずを整えているという情報が入りまして、それでその人に会いに行ったんですけれども、金を返すのかね、それとも警察に訴えるのか、どっちにすると言われて、これもやっぱ警察の方はまずいですから、あのじゃあなんとか返します、返しますと言ったって今金ないですから、じゃあそのレストランの経営しているあのその人 の, あの寮に、まあ、タコ部屋なんですけれどもね、そこに入って、2年間かかって、まあ、その200万をあの完済したわけです。でその後解放されたんですけれども、まあ、10回以上あの私は転職しております。で自分自身では一生懸命やってるんですけれども、まあやっぱり自分に能力がないというのか、その合わないというのか、あのなかなかこの自分に合った職業に就けなかったんです。でとはいうもののですね、あの十何回職業変わったものですから、まあ、自分の性格とかですね、能力とか適性というのがですね、よりなんか正確につかめたような気もします。でそれがまあ不幸中の幸いであったかなと思います。それでまあ久しぶりにですね、5年ぶりぐらいだったと思いますけれども、あの子どもの顔が見たくてですね、あの田舎へ帰ったわけです。そしたらですね、あの4軒長屋のですね1軒に電気がついてるわけですね。で後の3軒っていうのはですね、あばら屋ですから人が住んでないわけですよ。だから電気消えてるんですね。まあそういうあばら屋でですね、ただいまって帰ったわけですよ。そしたら、まあ、お父さん元気なんて、よく帰ったねなんて家内が言ってくれると思ったのが私の浅はかさでしてですね、妻がですね、私が靴を脱いで上がろうとしたらですね、妻が出てきて、開口一番ですね、100の手紙よりも金を送れって妻が言ったわけですよ。で、あのそれは当然のことですけれども、で私は割合筆まめな人間でして、手紙は時々書いてたんですけれども、手紙なんて100通書いたって何の足しにもならないと家内は言うわけです。子供は空腹だって言うんですね。稼いでこそ亭主だということも家内から言われました。でちょうどお正月だったんですけれども、トースト版2枚だけの食事だったんです。でもちろん妻は私に指一本触れさせてくれなかった。お父さんお帰りって言って手でも握ってくれるのかというささやかな期待感もあったんですけれども、やっぱり仕送りしないとダメですね。はい。であわよくばあちらの方もですね、ちょっとお願いできるんじゃないかなと思ったんですけれども、やっぱり甘かったですね、私の考え方が。やっぱりお金の仕送りもしないで、そんなずうずうしく家帰ったってダメだということをもう強く言われましてですね、私はがっかりして床にへたり込んだことを覚えております。それであのまあ十数回職業を変わってですね、まあ、最後に困りに困ってどうしても食えない、アパートの2万6千円の家賃が払えない、家主からはもう厳しく言われる。で困りに困って最後ガードマンやったわけなんです。あの交通誘導のガードマンなんですけれども、それで急な雨の中ですね、ずぶ濡れでガードマンやってたんです。そしたらですね、その私の後ろ姿をですね、当時16歳だった息子がですね見たわけですね。で息子というのはですね、あの登校拒否でですね PTA の問題児だったんですね。でまあ、あの東京と田舎とをですね行ったり来たりあのしてたわけですけれども、私のそのずぶ濡れの背中を見てですね、お父さんと一緒に仕事をするって言ってくれたんです。私はそれで勇気100倍、ああ自分は孤独ではなかったと、生きていてよかった、もう一度人生をやり直そうと決心しました。まあ、安易な融通手形、安易な夜逃げ、今深く反省をしております。ありがとうございました。ありがとうございました。